はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、本日もですね、痛みでお悩みのあなたに痛みの改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思います。はい、本日はですね、いただいた質問に対してお答えさせていただければと思います。はい、側腕症をですね、こう治すいいストレッチってないですかというようなご質問をいただきましたので、お答えさせていただければと思います。はい、側腕症ですね、まあ、いろいろな原因があるかと思います。はい、いろんな原因があるかと思うんですけども、まあ、大きく分けてですね、まあ、先天性の側腕、まあ、生まれながらの側腕と後天性の側腕ですね。はい、その後の、まあ、生活習慣から来る側腕っていうところで、今日お伝えするものというのは後天性の側腕をですね、まあ、治すストレッチというような内容になります。はい、後天性の側腕、まあ、いわゆる生活習慣の積み重ねから来る側腕ですね。まあ、痛みをこう回避したりとか、まあ、姿勢の癖から側腕になってしまったっていうようなですね、形になります。で、大体のですね、側腕のまずパターンっていうところを理解していただきたいんですけども、パターンとしてはやはり骨盤から始まるんですね。はい、まあ、体の重心っていうのは骨盤から来ますから、骨盤がどっちに流れるかっていうところで結構変わってきます。はい、結構右に流れる方がやっぱり私はですね、見ていてこう多いように感じます。はい、右に腰が流れるとですね、右の肩が下がっていきますよね。腰が流れて肩上がっちゃうと倒れちゃいますから、肩がついてくるようになります。で、肩がついてくることによって、肩っていうのは下がるとですね、前に出るんですね。こう内巻き肩になっていくっていうことになります。そうすると肩が前に出ますから、腰は後ろに行ってしまうんですよ。なので肩が前に出て腰が後ろに出るような、こんなような形、はい、こんなような形のですね、側腕の方が多いように感じます。そうすると右に腰が寄っているってことは、お腹の筋肉が縮んでしまって胸の筋肉が縮まるっていうことになるんですね。なので側腕の方っていうのは、お腹の筋肉と胸の筋肉、まあ、骨盤が寄っている側のですね、お腹の筋肉、胸の筋肉がですね、硬くなるっていうことが言えるわけですね。なのでまずですね、こう第一歩としましては、このお腹の筋肉と胸の筋肉をですね、しっかりこう伸ばしてあげるっていうことをですね、私は指導させていただくことが多いです。しっかり柔らかくした後に正しい姿勢を身につけていくっていうことですね。はい、で、今日はですね、このお腹の筋肉と胸の筋肉のですね、ストレッチっていうところをお伝えさせていただければと思います。なのでまずあなたがですね、どっちに骨盤が寄ってるかなっていうことをチェックしていただきたいんですね。骨盤が寄っている方に肩が下がっていくことが多いです。このような形ですね、このような形。はい、なのでまずお腹の方から伸ばしていくんですけども、壁の近くに立っていただいて、はい、まあ、手を伸ばしていただいて、壁が、まあ、つくかつかないかくらい、ちょっと開けるくらいですね。それで少しつけていただいたら、この腰をですね、ぐーっと壁に寄せます。で、寄せながら体を少し左に倒す。今右のお腹を伸ばそうとしてますから、左に反対に倒していきます。はい、で、これでですね、お腹の筋肉伸びていくんですけども、さらに余裕があれば少し体をこう後ろにひねっていただくと、さらに伸びていきます。はい、このまま30秒から1分ですね、キープしていきます。このお腹の前の筋肉が伸びれば正解ですね。はい、だいたい30秒から1分くらい。もう一度やり方を説明すると、肘を伸ばした状態で少し壁と距離があるくらいですね。はい、まあそうですね、まあ本当に5センチくらいですかね、壁の少し、それで寄りかかっていただいて、腰をぐっと寄せていただいて、お腹の筋肉が伸びています。で、これで伸びていればそれで OK ですけども、さらに伸ばしたい場合は腰を少し後ろに引くような形。これでだいたい30秒から1分くらい呼吸を止めずに伸ばしていきます。そうするとお腹の筋肉のストレッチになります。で、次はですね、壁に手はつけたままで肘を軽く曲げます。肘を軽く曲げていただいて、体を反対にぐっとひねっていきます。そうすると胸の筋肉がぐーっと伸びていくはずです。はい、胸の筋肉から少し腕の方も伸びていくかなっていう形ですね。肩甲骨がぐっとこう入っていくような形ですね。肘を軽く曲げてぐーっと、これでだいたい30秒から1分くらいですね、伸ばしていきます。呼吸を止めずにですね、伸ばしていけるといいと思います。はい、壁の、手を伸ばした状態で壁つくくらいですね。軽く肘を曲げて、体をぐっと左にのひねっていく。左の場合は、まあ、右にひねっていくような形ですね。
これで大体30秒から1分くらいすることによって胸の筋肉、お腹の筋肉と胸の筋肉、この縮まりが戻ることになります。その状態から正しい姿勢っていうところを身につけていただくことによって、こういった側腕がですね、こういう形に戻っていくっていうような形になります。はい、なのでですね、側腕のでお悩みのあなたは、まずはですね、こう硬くなってしまった筋肉を伸ばしていただいて、伸ばした状態から正しい姿勢を作らないと、硬くなった状態からだとどうしても動かないですよね。なのでまずはその硬さをしっかりとっていただいてから、正しい姿勢を身につけていただくっていうことをですね、していただくとよろしいかと思います。はい、もしご質問とあれば下にホームページのリンク貼っておきますので、ご質問ください。また今後もですね、痛みの改善のためのヒントだったりアイデアをお伝えできればと思いますので、ぜひ YouTube チャンネル登録していただいて、お見逃しないようにしていただければと思います。はい、ではですね、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。